こんにちは、オパチョです。今回はリゼロ2期最大の魔獣といっても過言ではないダイトについて解説していきたいと思います。今回はリゼロのアニメのネタバレを含むので、その点はご注意ください。では早速解説していきます。この動画では三大魔獣とダフネの関係、ダイトの能力、ダイトが聖域に出現した理由、そしてダイトの撃退方法について解説していきます。ネタバレ含んでるんで再度言いますけど、ご注意ください。そもそも三大魔獣とは、暴食の魔女ダフネが生み出した魔獣の中でも最高傑作の3体のことです。ダフネが魔獣を生み出した本来の目的は、人間の飢餓を解決するために無限に食べれるように魔獣を生み出したそうなんですけど、実際は人間を魔獣が食べるという真逆の結果になってしまったそうです。ダフネ曰く、食べたかったら食べられる覚悟が必要とのことだったんですけど、ダフネもやはり歴史とした7大魔女の一人であるため、普通の人間とは感性は違った感じが思っているようですね。三大魔獣とは白毛、ダイト、黒蛇の3体で、それぞれ400年前にダフネが生み出した魔獣とされています。そして400年前からその能力の高さ、凶悪さにより人々から天才級の最悪として扱われていました。そしてこの400年間、リゼロの世界では誰も討伐できなかったために、スバルが白毛を討伐して英雄扱いされているっていうのも結構自然なことっちゃ自然なことなんですよね。三大魔獣であるダイトのその恐るべき能力とは同色能力で、ダイトを現れた時には1匹しかいなくても、次の瞬間には1万匹以上の群れになるという恐ろしい能力を持っています。ダフネがダイトを作成した理由は、無限に増える食料としてだったんですが、実際には食べれる食料としてではなく、食べられる捕食者が無限に増えているという悪質な害獣になってしまいました。ちなみにダイトの本来の名前の由来は、多いウサギという意味でのタトだったんですけども、400年の間にだんだんタトから大きいウサギと書いてダイトというように名前が変わっていきました。実はこのタイミングで聖域にダイトが出現したっていうのは理由がありまして、実はロズワールが聖域に雪を降らせるために莫大なマナを使ったからなんですね。ダイトっていうのは魔獣なので、マナを食料として生活しています。そのため大量にマナがあるところには、世界中どこにでもダイトが駆けつけるっていう性質があるんですよね。なので今回はそれがたまたま聖域だったっていうだけです。ここからは肝心なダイトの討伐方法なんですけども、エキドナ曰く、降りしきる雨を完全に蒸発させたらダイトも増えなくて倒すことができるっていうふうには言ってたんですけども、これは実際問題不可能な話だったので、別の方法を取ることになりました。その方法というのが、ベアトリスの魔法であるアルシャマックを使うことでした。アルシャマックをダイトに使うことによって、ダイトを異空間に転送しました。そして異空間に転送されたダイトは、他に食べるものがないため、自分自身を食らうしかないっていう結果になりました。そのためダイトは増え続けるんですけど、永遠にお互いに共食いを始めるため増殖しないっていうような結果になります。では最後に三大魔獣であるダイトをまとめていきましょう。ダイトの能力は増殖で、一瞬で1万匹以上に増えることができる。そしてダフネの飢餓を一番色濃く受け継いでいる。マナがあるところ全世界どこにでも引き寄せられる性質がある。ダイトが去った後は、イナゴのように何もかもが食い尽くされる。討伐方法は、水蒸気を完全に蒸発させることか、異空間に転送させることのみでした。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。